みんな、無理はするな。初めての機体だ。慎重に行け。無限、私の力を引き出す機体、この破壊の力を。それじゃあ一つパーッと行こうかね。魔限空間展開。歌舞伎座周辺に魔限空間が出現。全員衝撃に備えて障壁をぶち破りますわよ。障壁丸突撃。魔限空間、コアが作り出す。神山君、その空間には間違いなく強敵だけど、探し出して。了解。良くない知らせがあります。魔限空間内で多数の人々が取り残されていることが判明しました。あの空間に人が。無事なんですか？今はまだ無事なようですが、時間の問題かと思われます。この空間は人の生命力を食うように、徐々にだが力を奪われている。魔限空間を解放すれば人々は助かるはず。一刻も早く上級コーマを見つけ出し倒すのよ。そっ、そこだ。そっ、ほら、どけどけ、八王様の王通りだぜ。そっ、そっ、そこだ。体だ。あれ、
てみるとよくわかるぜ。無限はすげえ期待だな。そうさ。だが、みんな、正しい心で、その力を。強い力。やっ、同僚だ。ふん、やあ、生きれるか。行くぞ。はい、同僚だ。よっ、遅い、そこだ。ほっ、やっ、強いのか。倒したな。よし。待って、キャプテン。クラリス、あなた、全力で戦っていないのは。アナスタシア。アザミも同じ気持ち。クラリスは、ちゃんと戦っていない。なぜ？
ちょっとみんな、クラリスはちょっと調子が悪かっただけですよ。私は戦いたくありません。中魔道の破壊の力を使いたくないんです。私があの力を使えば敵も皆さんも全て傷つけてしまう。この破壊の力は呪われた力なんです。クラリス、レイジの言ったことを覚えているか？芝さんですか？力っていうのは使う者の心次第でどうにでも変わる。呪われた力にするかどうかはクラリスの心次第じゃないのか？それはでも今は悩んでてもいいんじゃねえか？私たちが守ってやっからよ。クラリスの分も私が精一杯頑張ります。皆さん、俺たちは仲間だ。アナ・クラリス、今は敵とではなく。はい。あ、はい、生きれるか。ふんふん、総力遅い。やあ、はあ、はっ、そこだ。生きれるか。でも狙ってくるで、気ぃつけや。厄介だな。私が中魔道を解放すればきっと。ああ揚力反応があるで、要注意や。了解、みんな油断するなよ。
ようこそ帝国歌劇団の諸君、俺様の魔幻空間へご招待ってね。お前がこの空間を作り出したコウマか。お前なんて呼び方するなよ。俺様はオボロ、オボロ様と呼べよ。オボロ、なぜこの空間を作る？貴様の目的は何だ？目的？人を苦しめて殺すのに、なんか理由っているのか？なんだと？人の命を何だと思ってる？そんなの、俺の餌だろ？違うのか？俺のおもちゃかね。さて、俺は遊びに戻るぜ。あばよ、帝国歌劇団。待て、おぼろ！ここで命が消えていくのを見てな。それほどの強い力を持ちながら恥ずかしくはないんですか？お前からも結構強い力を感じるな。お前もその力を使えばいいのに。気持ちいいぜ。弱い者いじめはな。貴様、クラリスはお前とは違う。クラリスは確かに強い力を持っている。だけどその力は優しい心が生み出す平和を、未来を作る力なんだ。会長、断じてお前と同じじゃない。お前のような醜い力とは違う。弱い奴が吠えるなよ。この程度の仕掛けも突破できねえくせに。私は自分の力が怖かった、破壊の力が怖かった。でも力は自分の心次第。私は破壊の力を正しいことのために使う。ずいぶん生きがるじゃねえか。けどよ、この仕掛けが解けてから言いやがれ。結晶の波動は全て同じ。
同時に破壊するのが攻略法のはず。これだけの数を同時にやれるか。やってみせます。答えて、私の無限。逃げても無駄です。力を解放します。この力でブラースト・ディアブル・アルビトル・ダンベール。やりましたね。やりやがったな。行きましょう神山隊長。オボロを許すわけにはいきません。ああ、行こう。君の力で未来を作るために。それ、えい、行きます。とーっ、えい、このオッポ、行きます、えい、はい、固まっている。このオッポ、えい、えい、はい、それ、えい、痛み、えい、オッポ、この、はい、えい、遅い、この、えい、この、みんなを守ります。そこ、そこ、そう、オッポ、それ、一網打尽です。そこ、行くぞ。オボロを追い、魔限空間を解放する。了解。この、それ、この、えい、えい、この、それ、えい、えい、よいしょ、やっと、それ、えい、見逃しませんよ。この、そう、そこ、そ、はい、クラリス、ありがとう。さっきは助かったよ。いえ、私こそ今まですみません。正直まだ手も震えてて、でも頑張ります。だって私の中に正義も平和を愛する心があるって分かりましたから。これでどう？行くぞ。えい、俺たちの戦う正義のために。クラリス、やるじゃねえか。その力があれば百人力だぜ。強く気高い心の輝き素敵だわクラリス。さっきはひどいことを言った、ごめんなさい。私が間違っていました。これからは全力を出します。一緒に戦いましょう。地獄に落ちてください。どこにいる？姿を現せ。お前ら、仕方ねえ、ちょっと遊んでやるとするか。魔の力持ちてきたれ、くぐつき兵アルハバキ。破壊魔術の神髄たっぷり味わわせ。たとえ私の力が悪魔の力でも、もう恐れはしません。この忌まわしい力を人々を守る正しい力に変えて、あなたを撃ちます。クラリス、よし、
ラリス、一緒に戦おう。君の力を見せてくれ。はい、神山さん、私頑張ります。燃えるじゃねえか。花組の力を見せてやろうぜ。ええ、そして帝都の人々を助けるんです。よし、行くぞ。みんな、目標、敵コーマ、オボロ、帝国歌劇団、花組、出撃。了解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 。またの機会、さっきの結晶と同じ波動。ここは私に任せてください。すべて破壊すれば反撃につながるはずです。逃げても無駄です。この力でブラースト・ディアブル、アルビトル・ダーフェール、隙を見せましたね。つまんねえからよ。はい、行くぞ。闇を切り裂く神速の刃、生きがるんじゃねえよてめえら。一応達人です。帝国歌劇団、貴様ら絶対に許さねえからな。私の力が役に立ったんですね。クラリス、これが君の本当の力だ。君の力は仲間を守るためにある。私はまだ自分の力を信じられません。でもみんなは、神山隊長はそんな私を信じてくれた。私の代わりに私を信じてくれた。きっとこれからは私も自分に向き合っていけると思います。それでいい、クラリス。それが君の新しい力になる。その新しい力で。君だけの未来をつかめ。はい、私もう迷いません。これであとは脚本だけだな。最後のセリフ、一緒に考えようか。大丈夫です。たった今完成しましたから。え？そうなのか？なんだろう。また胸の中がモヤモヤする。おい！何やってんだよ！勝利のポーズ、行くぞ！クラリス、決め台詞しっかりかましてくれよ。え、私ですか？最後のセリフは大切よ。しっかりね。わかりました。物語こそ力の源。どんな時も自分の物語を信じます。せーの、勝利のポーズ、決め。俺を信じてほしい。みんなを信じてほしい。そして君自身を信じてほしい。そうすれば君の未来を切り開けるはずだから。テミス様、
興行は大成功。連日大入りで予想の 200% の収益となっています。2週間の延長公演も決定し、当面の運営費は十分確保できました。おめでとう、あなたたち本当によくやってくれましたわ。これで歌劇団大戦にも参加できますわ。あとは優勝するだけよ。やったどんなもんだい、やればできるじゃねえか。あたしらも任務達成、めでたい。アナスタシアさんの演技本当に素晴らしかったですありがとう。だけど今回の功労者はあなただわ、クラリス。本当に素晴らしい脚本よ。そんな、私なんてまだまだです。そんなことはないさ、クラリス。君は帝劇の人気作家だ。これからの舞台も楽しみだよ。言いすぎですよ、人気作家だなんて。そんなこと、いやいや、お客さんの声が全てを物語っているさ。クラリスの脚本はお客さんの心を動かしたんだ。まさに物語にクラリスが込めた思いの力、君は素晴らしい感動を生み出したんだよ。おめでとう、クラリス。ありがとうございます。でも私一人ではできませんでした。新しい私になれたのはあなたのおかげです、神山さん。だから責任取ってくださいね、モージュイ。え？いいわね、ああいうのも。え？今の分かったんですか？クラリスはなんて言ってたんです？内緒よ。オボロ、あの魔力は間違いなく上級コーマクラスですわね。はい、魔幻空間を作り出したのもオボロの仕業だったと考えられます。今回の空間は前回のものとは少し違っていましたわ。まさか他にも上級コーマがいると？まだわからないことだらけですわ。でもコーマ王の復活だけは何としても防がなければなりませんの。さあ全世界の皆さん、ついに始まります。各国の歌劇団がテートに集結。もう私も待ちきれません。世界歌劇団大戦、ここに開幕です。カオル、ついに歌劇団大戦が始まるで。神山さんたち、ほんまに勝てるんかいな。勝ってもらわなければ困ります。大会での宣伝効果はかなり高いですから。いや、そこは解散の危機を心配するとこやろ。次回、新桜大戦、平和の祭典。大正桜にロマンの嵐。神山さん、負けたら分かっていますね。